駅舎内キーレ駅は、鹿児島県鹿児島市キーレ町にある、九州旅客鉄道指宿枕崎線の駅である。駅アイコンは、鹿児島市観光農園グリーンファームを模した杉の木と、ログハウスのデザイン。普通列車のうちおよそ半数は当駅で、鹿児島中央駅方面に折り返す。当駅を境にして、これより以南では、ワンマン列車の生産方式が変わる。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅舎側ホームの中ほどには、1980年代の CTC 運用開始まで使用していた、校内踏切に付帯する収納式階段を、埋設した跡が残っている。当駅での折り返し列車は原則として一番線で、発着するため、同列車が待機中には通常は一番線に、 発着するイブ方面の下り列車が2番線に入る。なお2017年3月大夜改正以前は下り方面行き特急イブスの玉手箱が全便1番線で発着したため、同列車と当駅で交換する当駅折り返し列車については2番線に入線していた。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅でマルスはないが、 ポス端末が設置されている。守護課の利用が可能であるが、守護課カード販売や守護課定期券の取り扱いは、行わず簡易チャージ機によるチャージのみ可能。守護課の利用可能範囲は当駅までで、当駅以南は利用できない。また、2019年5月1日現在、全国総合利用の可能な交通系、IC カードが利用できる、日本最南端の駅である。 自動券売機は現金のみ対応で、電子マネーは使用できない。駅窓口は、新聞やスナック菓子、地元の特産品やご当地演技グッズを販売するミニキオスクの機能もある。九州新幹線全線開通後は、夜間退白が設定されている。駅名が気を入れると書くため、演技が良いということで、ポス券に、朱色の記念スタンプを押した記念入場券を発行している。 2019年現在記念スタンプは4種類あり、新年や合格期間に合わせて入場券を買い求める人がいるほか、数字が並ぶ11月11日にも購入者が多い。それに合わせて、待合室内には合格期間や時節に応じた記念撮影用の装飾もされる。また当駅は2007年に JR 九州が2007万限定で販売した7、副切符の7駅にも入っている。 同様のスタンプ入場券は、飯田線の金井駅でも発売していた。2018年度の1日平均乗車人員は586人で、ある。路線バス JR キーレ駅から、地覧方面行きバス乗り場への案内図と時刻、刑事鹿児島交通キーレ駅、東バス停鹿児島市、コミュニティバス、アイバス、キーレ駅前バス停九州旅客鉄道イブスキ、枕崎線快速、 名の花、日向川駅、キ入駅、薩摩、今泉駅、普通中、名駅、キ入駅、前の浜駅、ありがとうございます。